情報は大事ですよ。遥か東方銀河の惑星に不老不死の妙薬があるとかご存知ですか？よろしければちょっと取ってきますよ。もちろんお小遣いをいただければの話ですが。どうも。宇宙ナンバーワン秘書、連邦軍のアイドル、スペースジョフクちゃんでーす。なんちゃって。ちょっと盛りました。本当は銀河ナンバーワンくらいです。ぐっさまに心とらわれたジョフクと申します。今は総司令の秘書をやっています。オメガ始皇帝様につきましては、すみません、不老不死は見つけられませんでした。お詫びに、ボックスなるものを回します。初対面のはずですが、妙に肉々しく感じられますね、あなた。デイ!ようこそボックスエリアへ。ところで、なんでここにいるんですかね、私。え、回す？箱をくるくる回すの？わけわかんないよ。私の持ってるこのぐっさま人形はボックスに入らないのか、ですか？あげません。絶対にあげません。あげません。スペースジョフクは銀河のジョフク。行くぞ冒険ギャラクシー。ふんふふん。回す。じゃあ回ってみますね。ぐる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 。大宇宙冒険野郎からのお裾分けです。ありがたがれ。グイングイン、ギュンギュン、ブントドー。え、回すってこういうことでは？ぐっさまぐっさま。ああ、結果はこんな感じです。人はどうして回るのか。ぐっさまはどうして尊いのか。スペースジョフクちゃんはどうしてここにいるのか。どれも深淵なる謎です。謎。もっきゅもっきゅ。結果は、もっきゅ。どう、もっきゅ。でしたか。こっくん。あ、なんか当たるみたいです。大吉ならぬ大殺教。まがまが式は人のせい。大当たり！いいなぁ。私は銀河アイスバーの当たりすら当たったことがないのに。なんと、当たり一つで惑星一つ交換です。素敵！最後の当たりです。必然的な奇跡に震えたまえ。こちらが最後の大当たりですね。せっかくなのでおめでとうソングを歌います。題名は銀河黒猫と銀河パンケーキ。え、ダメ？そんな。イベントは終了です。皆さん、お疲れ様でした。それじゃあ私は、ぐっさま人形をめでる任務に戻りますね。スペーススノーオブスペースホタルが流れ始めました。つまりは、そろそろ店じまいというやつですね。はい。お疲れ様でした。私。最初はめんどくさかったですけど、あなた様が一喜一憂する様はちょっと面白かったです。いえ、正確に言うと
喜ぶのはムカついたので、がっかりしているところだけ楽しかったのですが、スペース女服の秘書っぷりは完璧だったでしょう。褒めてたたえ